意識小銃は1938年に大日本帝国陸軍がイタリアから購入、輸入し1940年に純正式制定したボルトアクション式小銃英語圏ではタイプ、アイライフルなどと呼称される。1937年の日独位、防共協定成立を記念し同年にイタリアと契約を結び、 翌1938年に約6万兆を購入、意識小銃として1940年に純正式化したものである。意識小銃の意はイタリアに由来する。この事業は1937年に日中戦争が始まり、小銃の需要が高まったことと、新たな同盟国への政治的配慮が購入の理由であった。なお同じくか、 独位防強協定成立記念として、帝国陸軍は、同時期に、ドイツからも、マウザー製小銃を多数購入、輸入しており、これは、模式小銃として1939年に、純正式制定されている。意識小銃は、イタリア王国軍の主力小銃、カルカの M1891 をベースに、日本陸軍の要求使用に従い、 当時の日本軍の主力小銃である38、式不標銃に準じた日本式のアレンジを加えられ、イタリアで新規開発及び生産された、純イタリア製である。そのため原型であるカルカの M1891 とはレシーバーなど類似した部分もあるが、かなり細部が異なる。ベレッタ、ファブリックでアームズ、ファブリックでナショナルアームズなど、複数の企業で生産された。 弾薬は38式不標銃と同じ38式実砲を、銃剣は30年式銃剣を使用する。銃身に、菊の御文章はない。長小銃型と短小銃型があり、全長など、大きさは38式とほぼ同じである。なお、カルカの M1891 をそのまま輸入したもの、説、カルカの M1891 の機関部やボルト、 トリガーアッセンブリーなどの部品だけを仕入れて、日本国内で38式の重傷と組み合わせたもの、説や輸入主体を海軍とする説は誤りである。特徴としては、コックオンオープニング方式である。交換は38式と同じく直線であり、重傷も同じく上下に分割である。フロントバンド、リアバンド、着検ラグ、クリーニングロッド、サイト、 マガジンフロアなどの小部品も38式に擬似している。フロアープレートリリースボタンがトリガーガード前方内側にある。意識小銃は陸軍が購入、輸入した小銃ではあったが実物が届いてみるとボルトが脆弱で前線での激しい使用に耐えられないと判断され陸軍では使用されず一部が学校教練や青年学校の教練銃として 対応されたほかほとんどが海軍に供与、譲渡され、主に海軍陸戦隊が装備し太平洋戦争で使用されている。これは海軍陸戦隊はごく一部の有料装備部隊を除き、慢性的な消火器不足であったことによる。ありがとうございます。